ロレックスおすすめモデル50001分解説1エクスプローラー1953年人類初のエベレスト登頂を記念して誕生した時計。シンプルな見た目によらず高いスペックを誇り、オンからオフまで活躍間違いなしの万能選手。2サブマリーナ1953年に誕生したダイバーズウォッチの始祖。高い堅牢性と美しい見た目を高次元で両立した時計、まさに原点にして頂点。3デイトジャスト1945年誕生以降世界のセレブリティに愛されてきたクラシックウォッチ。キラキラと輝くフルーテッドベゼルやしなやかなジュビリーブレスレットがアイコニック。 4GMT マスター2 1955年旅客機のパイロットのために作られた時計。 GMT 機能を搭載し最大3地点の時刻が一目でわかる。 5デイトナ1963年カーレーサーのために開発されたクロノグラフ。富、地位、名声、この世のすべてを手に入れた腕時計。腕時計のある人生では YouTube でわかりやすく時計の魅力を解説しています。フルバージョンはコメントから。